て。
私たちの方が早く着いてしまったようですわね。エーリンゼ様が急ぎすぎるから。だって少しでも早く合流しないとご迷惑をおかけしてしまうと思ったんですもの。あのですね、エーリンゼ様はもう少し威厳を持って。あれは、アインレイン様。とにかく、
下僕よくやったアバリティアを倒したぞこれで良いのじゃな いえまだですわ倒すだけではなんじゃ静かにそれではアバリティア解放の儀を執り行いますに干渉しアバリティアのねじれた因果を元に戻して解放したのですねじれた因果アバリティアがどうやって生まれるかご存知ですかあなた方は過去の自分に出会いましたその時にもし自分自身を殺してしまったらなぬこのわしが死ぬわけじゃから未来では生きているわしは存在しなくなって未来のわしが過去に戻ることはなくなるからわしが未来のわしに殺されることはなくなり過去のわしは無事生きていることになるがそうすると未来からわしがわしを殺しにやってきてええー、わからぬどうなるんじゃ今悩まれてる通り多大な矛盾が発生しますそして解消できない矛盾は時空を歪ませるその時空の歪みから生まれた存在それがアバリティアなんですなんとこの歪みを正せるのは特殊な生体エングラムを持つエーリンジェ様ただ一人エーリンジェ様やはりこの儀式は消耗が激しいですねすみません私たちは一足先に村に戻りますそうするがよいわしらも後で合流しようお疲れ様です、先輩方。うむ、出迎え大儀である。エーリンゼの具合はどうじゃ？今は眠っておられます。無茶なクロノリープに、アバリティアの解放儀式。想像以上にお体に負担がかかっているのでしょう。そうか。少しは回復するといいんじゃが。どうした？アバリティア解放にお力添えいただき本当にありがとうございますそして最初の非礼をお詫びいたします私あんなひどい選択を突きつけたのにそれでもこうして助けてくれてああそんなかしこまらんでもよいそういうのは苦手なんじゃわしらにとってはちょうどよい退屈しのぎじゃ
退屈は冒険者を腐らせるでな。のう。すっきりしました。どこかのタイミングでちゃんとお詫びとお礼をしなければと思っていたので。この先も似たような感じでアバリティア解放を続けるのじゃろう。その予定です。でも竜王がボルディゲンか。まさかアバリティアを食うような化け物がいるとはな。いくら強い竜族とはいえアバリティアを食えるものなのか。普通は無理ですね。でもボルディゲンなら可能です。なぜならボルディゲン自身がすでにアバリティアと化しているからです。なんじゃと。ボルディゲンは本来この時代においては封印されている竜族なんです。太古の時代、竜族とバファリア神族の争いがあったことはご存知ですか。ああ、神話に近いがな。それは神話ではなく事実としてあったこと。ボルディゲンはその時代の竜王なのです。アバリティアと化した後、バファリア神族によって封印された竜王は我々の時代に目覚めたのですが、王子とは比べるべくもなく凋落した竜族を目にし、復権を目指して大戦争を起こしました。その際により己の力を高めようと他のアバリティアを食い出したのです。それにより力も歪みもボルディゲンは通常のアバリティアの枠を超えています。同族食いか。ゾッとしないもん。しかしそれならアバリティアを解放しようとするエーリンゼは奴にとって邪魔者以外の何者でもないな。奴がこの時代に現れたのは私たちがアバリティア解放を計画していると聞きつけたからでしょう。己の力となるアバリティアを解放されては意味がない。だからエーリンゼ様を排除しようと。ついでにまだ歪みが肥大化していないこの時代のアバリティアならば暗い放題か。このまま放っておけばボルディゲンはますます力をつけていくでしょう。そしてこの星は遠からず奴の支配下に置かれてしまう。だからどうかどうかエーリンゼ様の身を共にお守りしてください。エーリンゼ様の志、この星に住む全ての人々を守りたいというそのお気持ちを貫けるように。竜王よりも先にアバリティアにたどり着き、その解放を成し遂げる助力を何卒お願いします。もちろん協力する。先輩。ほほふん、万事このフェステ様に任せるがよい。お主ら下僕の頼みを聞くのも主の器というものよ。誰が下僕たちですか。まったく。でもありがとうございます。私一人でずっと不安で、だから本当に心強いです。ではエーリンゼが動けるようになったら早速次のアバリティア解放に向かうかの。はい、次は確かこの時代だと音なき都と呼ばれている場所です。うん、音なき都か。あそこは教団の管轄、出入りする人数も少ないはず。自然、お宝も。やはりあのエングラム寮は一体何を考えている。まあいいさ、僕は僕の仕事を続けるだけだ。ただ見せてもらうよ、君たちの意志を。
を貸して。よし。
に出るぞ。
取れそうだ。そうだ。
そうだ。